こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。潜水艦といえば、原子力潜水艦と通常動力型潜水艦と分かれる。日本は通常動力型潜水艦のみを運用している。原子力発電は日本独自での開発は行っていないし、やはり日本が原子力潜水艦などと考えてしまう。だが、その原子力潜水艦をもしのぐ潜水艦が完成した。そう、リチウムイオン電池搭載の鶯竜潜水艦だ。鶯竜潜水艦は、最新の技術を搭載された潜水艦となった。今までの静粛性だけでなく、機動力までも手に入れた。原子力潜水艦をしのぐものとなる。だが、原子力発電と違って、無限にエネルギーを作ることは不可能。どこかで一旦充電をしないといけない。だが、それでも今までの通常動力型潜水艦とは全く別物になる。これから行われる任務や作戦も追う竜潜水艦ならではの戦術ができるようになった。音が出ないということの方が一番。抑止効果がある。周辺国の潜水艦とは全く違う性能になる。では、そのリチウムイオン電池搭載、鶯竜潜水艦の話をしていこう。防衛力強化とは、このことを言うのか。それでは、2020年3月、ついに世界初となるリチウムイオン電池を蓄電池として採用し、ディーゼル機関とのハイブリッドで航行する潜水艦、鶯竜が、海上自衛隊への収益を果たした。そう、竜型潜水艦の11番艦となった鶯竜は、このリチウムイオン電池の実用化で、一躍通常動力型潜水艦の今後の指針を示すものとして世界中から注目を集める存在となっている。ご存知の通り現在の攻撃型潜水艦の動力としてはアメリカやイギリス、フランス、ロシア、中国などが運用する原子力推進型と鶯竜のような通常動力型とに大きく二分される。前者の原子力推進型は何といっても半永久的な燃料補給の不要さが強みで、さらに水中での速度も高パワーで高速という性能で兵器としての運用を考えた場合の利点は計り知れない。あえて、原子力推進型の運用上の不利な点としては、原子炉を完全に停止することができないことから、どうしてもよくできた通常動力型潜水艦よりは、静粛性に劣ることだと言われている。加えて、アメリカ海軍では、退役させた原子力潜水艦を解体し、原子炉を取り出して処分しているとされているが、処理費用が高額なこともあり、イギリスなどでは、係留したまま放置している。このような後の処分は、兵器としての運用とは、また別の問題とは、言えそうだが、個人的には、
こうしたイギリスの現状を見れば、処理まで完結できない。原子力推進には、兵器としての不確実さを感じてしまう。日本では、政治的な意味合いから原子力推進の採用は、見送られている現状だが、潜水艦は通常動力型でも機関部や静粛性、潜航性能など求められる要素が多岐にわたる兵器であり、建造可能な国は限られている。大まかには日本以外ではドイツ、フランス、スウェーデンなどのヨーロッパ諸国が中心であり、これに中国とロシアを加えることで、そのほとんどを網羅できると、家中指に余るほどの少なさと言える。中でも、自国以外にその技術を提供しているのは、ほぼドイツと、スウェーデン医に絞られ、日本の周辺国では、前者が韓国、後者がオーストラリアへの潜水艦の調達もしくは設計に携わっている状況だ。興味深いのは、同じ通常動力型とはいえ採用している蓄電池の補助機関部にそれぞれ特徴があることで、ドイツ製は燃料電池を、スウェーデン製はスターリング機関を併用している点だろう。実は日本でも、そう、流型潜水艦の10番艦まではスウェーデンのスターリング機関をライセンス生産し搭載しており、AIP 非待機依存型の精神的な潜水艦ではあるものの、その意味で純然たる国産とは言えなかった。これを今回のオウリュウより鉛製の蓄電池をリチウムイオン電池で置き換えることに成功したことで、通常動力型潜水艦が連続航行時間や距離を伸ばす方策として用いていた AIP を廃止するに至った。このリチウムイオン電池の実用化は、つまり従来型の AIP システムを不要にしながらも連続航行時間や距離を伸ばすことに成功したことを意味しており、韓国も以後の潜水艦で同様の対応を目指している。個人的には性能はもちろん、チウムイオン電池によって AIP システムが廃止できたことは、潜水艦内の構造を簡素化、それによるメンテナンス性の向上で兵器としての安定感が増したことではないかと感じる。特にオウリュウは通常動力型潜水艦として世界最大級の大きさといえる、基準で2950トン、水中で4200トンという排水量を誇る潜水艦であり、この巨体でそれを実現できたことが快挙だろう。前述のオーストラリアなどは、新型のアタック級潜水艦計画において、フランスの提案を2016年に決定したが、もともとの原子力推進型を通常動力型に変更して水中5300トンにも及ぶ艦にしようとしている。正直なところ、
これだけの巨大な潜水艦をそのような機上案で決定したことの代償とも言うべきか、一隻あたりすでに5000億円を超すコストと、建造計画の遅れとなって問題が表面化しているようにも感じられる。こうしたオーストラリアの例からは、ある程度自前での兵器生産能力を保持し続けなければ、いざ自国が必須と考え譲れない兵器の場合にも深刻な不安をもたらすことの教訓と言えるかもしれない。すでに日本もイージス艦や航空機ではアメリカの兵器に依存しているのが実情であり、新型の F3 戦闘機についてはそうした観点からもできえれば新進の実証実験を有効に生かしてほしいものだ。オウリュに続きそう、竜型12番艦にしてその最終艦となる東竜も、2021年には海上自衛隊への引き渡しと収益が予定されているが、すでに次級の3000トン級潜水艦も建造が始まっている。こちらは1番艦の命名前につき3000トン級と呼ばれているが、オウリュと同じくリチウムイオン電池とディーゼル機関のハイブリッド計器し、さらなる改良が施されると考えられる。